あ、フォルテ君がいる。あ、落ちた。でれーん。お前剣持つなよ。バカ！はい、どうも皆様、こんにちは。つなきゃピレコ。あ、やばいやばいやばい。待って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 、進めない。待って、嘘、待って動けない、ね、なんで、あれ、あ、動けた。悲しい。はい、どうも皆様こんにちは。大変遅れました、つなぎゃぴです。はい、今回はいつも通りハンガーゲームズをやっていきたいと思います。ただそれだけです。はい、ではやっていきましょう。よいしょ、行こう行こう、どんどん行こう。はい、今回やっていくマップはサバイバルハイウェイっていうマップでございまして、このマップね、レアチルートがとにかく固まりすぎてて、もうちょっと改善されないかなっていうマップなんですが、多分されないでしょうね。外人には人気のマップです。向かいます。外人には人気のマップです。はい、外人にはです。自分には人気じゃないです。あ、日本語じゃないね。自分の中では人気じゃなくて、正直あんま好きなマップではありません。あれ、レアチルート1個しかないんだけど、ここでしょ。でからの、あれ、ここら辺に、ここら辺、あれ、待って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 、こんなことしてると敵来るんだけど、待って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 、本当にないぞ。あ、ここありました。皆様発見することができました。ではこの下で待ってましょう。あの人絶対降りてくるからな、こいつ。てかまず開いてないんだけど、さあ装備はどんなものなのか、勝てるか。あ、はめられた。ラッキー、素手で投げてるこいつ、アホやん。なんと勝つことができました、鉄鶴様に。イエー、ジージー、やったやった、めっちゃ嬉しいんだけど今の。イエーイイエーイ。はい、だけどね、なぜか素手で殴ってきたね、謎のボーイを倒して、初めのね、チェストが取れなかった、あの頃、ロールバックやばくて、ハッカーかや。ロールバックする相手をね、ハッカーと見間違える癖ができてしまいました、この最近。お前、後ろからね、不意打ちしようとしてると思うけど、その後ろからさらに俺が来てることに気づいてほしいんだけどな。やっぱりお前、ハッカーじゃね？びっくりしましたよ、マジで。マジで。びっくりした、今の。敵が見えなくなった。怖い、怖い。釣り竿欲しいんだけど、ないんだけど。どうしよう。どうしよう。救治士もないんだけど。どうしよう。とりあえず、不意打ちだけがこの HP の時は一番怖い。不意打ちだけはマジで怖いから、この上で荷物整理。いや、ここだと、相手に物を取らせてしまうから、どこがいいかな。うん、そうだな。え、どうしよう、ほんと。あ、ここでいいや。ここのね、この陰にいて、荷物整理をしましょう。ポト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 。これ拾ったやつ、絶対形勢逆転できるかもしれない。はい、ここに来た方は、もう仕方ないので、形勢逆転どうぞです。はい。多分見つからないでしょう。多分ね。よし。あ、で、言い忘れてました。すいません。なんとね、まあ、もう分かってる方いると思うんですけど、キーボードの音が変わったと思った方、正解です。はい。ね、僕、ハル様、様からね、なんと、このキーボード、ブラックウィンドウをいただきましたというか、購入いたしました。本当にありがとうございます。もうね、めっちゃ安値でね、いただいたのでね、本当に最強です。はい。もうめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。もう大切に使わせていただきます。よし、釣り竿来た。これはワンチャン
とか言ってね、さっきから負けてるんだけどね、ちょっと本当に最近 PVP が弱くてですね、やばいです。はいはい、残り5人ですね。日本人っぽい名前は1人、マギ512という方、この方は多分僕にとって宿敵になるでしょう。なぜ日本人が宿敵かってわかりませんおっと、誰かいると思ったらあの人ではないか、俺の宿敵よ。待って、誰か狙われてるじゃないか、かわいそうに。待って、俺ユッチしてなかった、こいつチーム。とりあえずお前から、こいつハッカーじゃね、マジで。あ、こいつの今のはやばかったんだけど。5ピン、あ、5ピン様ですね。あれ4ピンじゃないですか。俺の回線がある、飯が食えない。 OK、 食えた。チームじゃん、それは聞いてなかったっすわ。すいません、すいません。チーム、本当にチーム、あ、チームじゃねえわよ。やっぱこいつさ、釣り竿効かねえ。よし、ハッカー様を倒した、ジジイ。いや、今のはさすがにハック、今のはさすがにハック。漁夫取りに来てるバッドボーイ。鉄あいつ持ってなかったのかよ、ハッカーのくせに。よし、隠れよ隠れよ、頑張れ頑張れ俺。よし、頑張れと思ったら、はっはっは。オッケー、やっと倒した倒した。もうこっからさらに漁夫乗り来たら本当に俺は死ぬ。これ頼むから来ないで。いいよ、いい感じだよ、いいね。はい、今回優勝ワンチャンあるかもしれないです。誘致石を早めに作りたい、早めに。 OK、 ほんともうこのキーボードがねいいんですよ。なんかいますけど誰ですか、あなた。下手くそな弓は打たない方がよろしいかと思いますけど大丈夫ですか。はい、お疲れ。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、荷物する荷物する。真ん中に火をつけます。これ怖いな。ちょっと荷物整理、ちゃちゃちゃっと、ちゃちゃちゃっと、ちゃちゃちゃってやります。ちゃちゃちゃっと、この鉄拳だけは取られたくない。 OK、 ちゃちゃちゃってやりましょう。お、鉄の頭様、いいよ、勝てるかもしれない。今回体験作れるか。ほっ、作った、よしよしよし。待って、鉄拳も打てたオッケー、優勝できるかも。これで優勝したいな、ほんと頼む。123で、はいはい、よし、ここまで封じされなかった。なかなかいい、調子がいいっていうか運がいい。どこにかけたっけ、ここだ。ではよし、これでオッケー、完璧じゃないですか完璧じゃないですか、あなた方、ありがとう、いつもいつも優勝。こいつ、こいつ怖い、こいつスティーブだから怖い。あ、外した。あ、でもヌーブだこれ、すっごいヌーブだ。あ、話にならなかった。ではね、行きましょう、ネイキッドチャレンジ。割とマジで死ぬかもしれない。あれ、ネイキッドになってねえイエイ、ジジイ。ネイキッドにちょっとなってなかったけど、はい、無事倒すことができ、優勝することができました。イエイ、皆さんありがとうございます。はいまあ今回はこれぐらいですかね。最後まで見てくれた方はご視聴ありがとうございました。今回あんまなんか話してない気がするけど、申し訳ございません。それではバイバーイ。